同時にぶち出るんで、おダッシュいってる、ダッシュいってるっす。よっしゃ、とでけ、バカでけ、結果オーライって言います。こういうことどうもです。今日なんですけど、今日は僕の大得意な浜名湖準優勝戦3レース張っていきたいと思います。浜名湖はね、僕的中率めちゃめちゃ高いんで、まあ、的中率高いというか、満州を狙って結構満州が当たるんですよね。で、浜名湖の狙える条件として、向かい風が強い日っていうあるんですけど、今日はね、浜名湖、まあもう1レース始まってるんですけど、1レース見た感じ、向かい風だったんで、今日は浜名湖で行える準優3レースに満州狙いでかけていきたいと思います。1レースから9レースまでは一般戦っていう感じでやってるんですけど、もう最初からやるレースを絞ってやった方が、ちょっと無駄遣いはしないかなと思ったんで、もう最初から今日は10、11、12レースしか買わないって決めて、この3レースで勝負していきたいと思います。はい、結構向かい風強めの浜名湖は展開が荒れて満州出る確率が高いんで、そこはね期待してみてもらえたらと思います。それではね、10レースまでまだ時間あるんですけど、10レース始まるとき回していきます。はい、ということでね、10レースもうすぐ始まるんで、まず10レースの予想からしていきたいと思います。まず、まあ、出走標高を貼っとくんですけど、やっぱ1コース、まあ、1号艇の沢田選手はタイムも良さそうですね。 6.58 っていうことで、インニア硬いかなって思いつつも、まあ、向かい風強めってことで、まあ、4角に期待したいんですよね。僕は4角からの展開がちょっとあるんじゃないかなっていう、やっぱスローが届かないんでね、浜名湖の向かい風はもうそこは大前提としてあって、まあ、その中でやっぱり順位乗ってくる選手たちっていうのはスタート届いくかに行くかなって思うと、まあ1、2が硬いなって思っちゃうんですけどまあ後輩と狙いに行きたいんで、4頭行こうかな。4が攻めて、まあ1が先回ったとして、いやーちょっと見えない、これ見えない、ちょっと満州見えないっすね。安牌に買うと、まあ1、2の1、2、3、まあ内側3手有利っすよね。まあ4が行った場合、まあ2がねフライング1本持ってるっていうのは、まあ一つ変わってくる要素かなっていう、まあ向かい風プラスフライング持ってるってことで、気持ちの面と向かい風の面でちょっと届かなくなるかなって思うんで、2がへこんだ場合3が行く、3443の前とか、いやーないか、3443の前さすがにないかな。あるとしたら、あ、1は絶対逃げると思うんで、1314の前、1314の前ありかもしんないですね。森田さんが遅れるか、森田さん遅れて3のまくり出しとか考えてみようかな。そしたら結構つくかもしれない。3頭、31前、3が攻めて4が刺して、31前41前どうかな。31前41前ちょっとこれは、あ、中穴ぐらいかな。31点、41点だったら。満州まではいかないと思うんですけど、まあ、3が攻めての4が展開つくか、3がそのいい感じで2の頭をまぐり出すか。だけどフライング1本持ってるっていうことは向かい風っていうことで、ちょっと遅れるかなっていうのがあるんで、いいや。まあ、ここはちょっと配当がつくとこ狙いに行くんで、31点、41点で買っていきたいと思います。はい。まあ、それなんで、とりあえず、レース始まったら回します。はい。始まります。何メーターぐらいなんだろう、これ。4、5メーターは吹いてるかなと思いますね。やっぱ、向かい風の浜名湖見ると、もう4カード、行け、スタート届かないから、もっと行け、もっと行けって思っちゃうんですよね。僕が浜名湖乗ってた体感だと、マジで届かないんですよ。もう景色、僕は結構踏み込んで、やべえ、切ったかもしれないって思っても、案外、いいスタートなんで、僕はダッシュの浜名湖のスタートは結構得意だったっすね。それなんで、もう自分が思ってるより行ってって思うんですけどね、ちゃんと届かないんで。3が攻めてくれないかな。よし、スロー勢は本当にフライングの景色で行かないと届かないんで、お願いします。4カード松尾さん、12秒前お願いします。いけるぞ。4行くか、3も行ってくれ。いやー揃ってるな全然揃った。まあ準優なんでね、変に崩れることはないでしょうか、ないでしょうとは思ったんですけど、お、4刺せ、4刺せ、いやー1着まではさすがに刺せないですね。14か、これは2着が結構接戦ですけど、あー、145、154、145。全然、勝ってないっすね。41、31なんで。まあ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 。まだあと2レースあるんでね。まあ、この向かい風だったら、本当に、4カード攻めるっていうのが、
あるんで、ほんとワンチャンあるんで、満州狙いなんでじっくり行きましょうか。はい、あ、145で31倍か、結構つきますね。145で31倍だったら案外いいんじゃないですか、買ってる人は。でも全然買えるあれだと思いますけど、その変に狙わなければ、イン逃げからのということで145決着ですね。はい、じゃあ次買っていきたいと思います。はい、ということで準優2レース目第11レース。いやー、ここは1号艇が横澤さんということでね、イン逃げはもちろんしてほしいんですけど、ここなんですよ、僕が一番変えたかったところは。結構ね、いろんな動画でも言ってると思うんですけど、3の角受けのフライング持ちは1個外展開になる要素の一つなんですよね。で、浜名湖で向かい風、3の角受けが F 持ち、これはかなりの外枠展開の条件が揃ってます。はい、もう本当に僕が今回準優3レースやる企画を考えた中で、この11レースがあるからやりたかったっていうのもあります。この11レースは絶対買おうと思ってたんで、それだったら準優全部買っちゃおうっていうことでやってるんですけど、この11レースは4カードが佐藤龍太郎選手ってことで、かなりありますね、マジであります。どう買おうかな、これは。僕は4頭結構硬いと思ってるんですよ。向かい風で S が速い佐藤龍太郎選手のまくりが決まるんじゃないかなって、僕はこの浜中の条件で思ってます。で、4が行った時に、まあ、外枠ついてくるじゃないですか。だから外の5の内山さんも結構旨味あると思うんですよね。で、4がまくりに行って、1、2が残すか、いやーどうだろう。4頭の、まあ、5、6、4、5、6、4、6、5は買います、まず。で、4が行って、1、2、3誰かが残します。でも、まあ、展開作った外枠の5、6は結構船券絡みやすいんで、4、1、5、6、4、2、5、6、4、3、5、6、4の2着前、3着、5、6。迷うな。4の5、6の前にしようか、4の前の5、6にしようか。どっちかっす。このどっちかっすね、今僕が考えてんのは。4前の5、6にしよう。4が行っても、1、2とか特に残すパターンあるんで、2着5、6に絞んない方がいいっすね。4前の5、6で行きます。ちょっとこれはもう佐藤さんのスタート1機。で、2着はまあ誰が来てもいい。でも3着に、その展開作った外側にいる5、6のどっちが来てくればいいっていう感じですね。はい。という感じなんで、4前の5、6買って、レース始まったら回していきます。はい、始まります。いやー、ここはね、本当に4カードの佐藤さん頼みです、ここは。でもさっきのレースと違って、ここは4カード頼みできる条件なんですよ。それはカード受けが F 持ちで向かい風。前付け、やべえ、俺完全に展示見てないっす僕も出走用だけ見てやらかした。ちょっと傲慢さが出ましたね、完全に。もう出走表の並びだけ見て買ってたっす。やばい、展示見ないといけないっすよね。タイムは見たんすけど、やべ、スタート展示見てないっす。そんなことあります？船券買う上で俺だけだよ多分。やばい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 、マジか。完全に波動受け3だと思ってたっすね。3が4波動になっちゃったっす。まあだけど、4コースからでも3が遅れて、4のまくり出しが入ったら、まあ4前で勝ってるんで、よかったっす。4、5、6の前で勝ってたら、多分なかったんですけど、これだったら、4前の5、6は、全然あります。全然ある、全然ある。頼む！これはもう4が頭に来なかったら終わりなんで。お願いします。12秒前、佐藤さんお願いします。いやー、スロー遅れてくれ、遅れないか。お、ダッシュいってる、ダッシュいってるっす。だけど、うわ、締めるまではいかないっすね。4、どっか刺して、どっか刺して、よしよしよし、最内出し最内出し最内出し。4前の5、6だよね。4前の5、6ってことは5、6どっちが来てもいいだよね。よし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 、3着に5、6が来ればいい、3着に5、6が来ればいい。4が1着なんで、4、6、5、4、6、5、結構つくんじゃないですか。ちょっとオッズまで見てないんで分かんないですけど、
465? よし、とりあえず的中は確定ですね。4000の56なんで465。3着だけ抜かれなければいい。この56が入れ替わる分には全然いいんですよ。3着でこれが今後ろにいる2着が来たら外れっすけど、頼む56お願いします。あんまり争わないで、2人でちょっと仲良くゴーしてください。やばい、2が来てる、怖え怖え、やばい、2と5が結構近いっすね。お、465229倍、2来ないで、怖いよ、あぶれー、頼む頼む、お願いします。あ、結構離れてる、よしよし、このままこのまま、あと1つタウンマーク、あと1つ。465229倍、800円で229倍なんで、どでかいっすよこれ。やめてやめて、刺されるって。よし、逃げた。決着が4、6、5。よし、200万、200万じゃない、200倍、2万です。よっしゃ、的中、465、229倍、22,900円。よっしゃ、どでけ、バカでけ、マジか、めっちゃ嬉しい。これだよ、浜名湖向かい風。今回はちょっと僕の予想通りじゃなかったんですね。4のまくりじゃなかったんですけど、展開としては。展開としては、3がまくりに行ってみんな飛んで、4が再打ち出しで行っちゃかったんですね。ちょっと展開予想は大外れなんですけど、結果4056で当たったんで、オッケー、結果オーライって言います、こういうことを。はい。ということで、今、1レース目いくら買ったんだっけ ?800 円。1レース目800円、2レース目800円。で、2万。どでかいっすね。嬉しい、最高。やっぱ満州は同時にぶち出るんで、皆さん満州狙った方がいいっすよ。硬いところで集まりして、っていうのもいいと思うんすけど、やっぱ浜名湖っすね。ちょっと自信ついてきたっす、僕浜名湖。まあ、展開予想外したんですけど、はい。じゃあね、このまま勝ち逃げしたいところなんですけど、2万かけることはないんで、トータル負けることはないんで、とりあえず12レースもね、予想して買っていきたいと思います。やったぜ。はい、ということで12レース予想していきたいと思います。はい、進入は枠なりですね。進入枠なりで、みんなスタートビッタシ入ってます。で、ここもキーツカさんが F 持ちなんですよね。3の稼働機が F 持ち、なおかつ4稼働も F 持ちなんですよ。で、今節の平均 S 見ると、3の稼働機が平均 S24 で、4稼働の樋口さんも平均 S17 で、そこで5号艇の峰重選手が平均 S13 ということで、ちょっとこれはもう5の攻め期待しちゃおうかなと思います。そうすると5665なんですよ。5が攻めて6が来ることもあるし、お坂部さんめちゃ上手いんですよ。しかも浜名湖の選手なんで、結構浜名湖慣れてると思うんですよね。だからめちゃめちゃ僕6号艇お坂部選手は期待してます。それなんで5が攻めての5665の展開買っていきたいと思います。5665の前と、それはめちゃめちゃ期待しつつも、やっぱ予選トップ通過なんで、1号艇の青木選手、まあフライング一歩持ってるんですけど、まあイン逃げからもちょっと買っときます。これは、まあ、5665の前が来れば一番ベストなんですけど、イン逃げするパターンで言うと、僕は23は買わないです。やっぱダッシュがこの向かい風っていうところで来ると思うんで、さっき言った5が攻めた場合、1が先に回って5が来るパターンもあるんで、やっぱ1だけ残るパターンもあるんですよ。そうすると1の56、1の65、1565も買っていきたいと思います。それで何通りだ、165156で、それ10通りか、10通り1000円分ぐらいでいいっすかね。でも負けたくないんですよね、当てたいんで。もう一個あるとしては、スローの3の稼働受け、キー選手は F 持ってて平均 S今節24ってことで遅れる可能性はあるんですけど、ダッシュの樋口さんに関してはやっぱダッシュの方がスタート見えやすいんで、樋口さんは F 持っててもワンチャン遅れない、だから4ゴロが全員でスタート行くパターンで考えると、まあ4ゴロボックスとかも買いたくなっちゃうんですよね。んで、まあでも1が先に回ったパターンで考えると、145146145146もありっすね。145146か145154、折り返しにしようかな。やっぱ6号艇の小坂です選手入ってきてほしいんですよ、3着に。ちょっと応援してるんで、3着入ってきてほしいっていうのはあるから、どうしようかな、145146にしよう、145146にします。それなんでまとめると、まず5665の前が来ればベストと、まあイン逃げはちょっと硬いかなって思うんで、1が逃げるパターンで考えた時に、まあ角から攻める4、それに続く56ってことで、145146と34どっちも遅れての56だけがスタート行って1が逃げるパターンで、156165
5。この12点かな、この12点で勝っていきたいと思います。やっぱ最後5665の前来たらもうめちゃめちゃ神回なんですけど、それを一番期待しつつ的中できるようにちょっと願っていきたいと思います。はい、それなんでね、レース始まったら回していきます。始まります。よし、5665の前5スタート行って攻めてください。お願いします。峰重選手行ってくれそうな気がするんですよね。なんか行きそうっす。マジで行きそう。で、それにちゃんと6はついてく実力がめちゃめちゃあるんで、まくり刺しとか上手なんで、その5に続いて6が来てくれたらめちゃでかいっす。6、5の前とか来てくれたら熱いっすね。やっぱ浜名湖向かい風は海外がある、なんだろう、来そうなんすもん。本当にやっぱ自分が乗ってたからかな、自分がよく乗ってた、レース場だとなんとなくわかるんかな、まあ、わかるまで言ったら怒られますけど、でも結構マンション当ててると思うんですよ、浜名湖で。それなんでだいぶ自信はついてきましたね。いやー、お願いします。5、まあ5と4、まあ4がせめて4、5のボックスとかだったらちょっと買っとけばよかったってなっちゃうかもしれないですね。でも4が行って1と4が喧嘩してみたいなのないかな。ちょっと1に引っかかっちゃって、で56が展開ついて5665の前。いやー、ちょっと楽しみっすね。これ来る可能性あります、全然あります。お願いします。まあどれかが当たってくれれば OK。 12秒前、お願いします。いける、5いってる、4へこんでる、5いけ、5いけ、峰重さん。いやー、でもちぎれてはないけど、え、締めたらいけるんじゃない、無理か無理か無理か、なるほど、王家を取ったってことっすね。え、転覆、いやー、イン逃げだー、さすがにイン逃げだったかー。でも1414勝ってるっすね。1451416勝ってるんで、156でもいい、165でもいい、4が来たらよーし、転覆なんで多分これで終わりなんですよ、レース。14の145かー、6来て欲しかったけど、まあしょうがない、あと2レースだったらワンチャン抜かしたかもしれないですけど、これね、転覆しちゃうともう終わりなんですよ、抜いちゃいけないっていう。こっからもう順位変動させたらダメなんで、もうこれは確定ですね。1の4の5ですかね。145、オッズどれぐらいなんだろう。38倍、38倍、え、結構ついてますね。20倍ぐらいかと思ったけど、3800円。はい、よし、もう終わりか、これ3周目。よっしゃ、1、4、5、145的中です。38倍、3800円ですね。いやー、嬉しいですね。2連勝。2レース連続で的中したの、久しぶりかもしれないですね。マンシュ当てたのも久しぶりだ。で、2連勝。マンシュ当てて2連勝。でかすぎます。あざます。ちょっとこれ、僕、浜名湖最初のオープニングで大々大得意って言ってしまって、ちょっとミスったかなと思ったんですけど、どうですか？得意って言っても、いいレベルで当ててますよね、浜名湖。ちょっと自分でも結構自信ついてきたんですけど、ちょっと浜名湖だけにしようかな、これから買うの。どうしよう。まあ、それはさすがに、開催してない日もね、まあ、YouTube 撮っていきたいと思うんで、開催されてる日は、もう極力浜名湖で買います。ちょっと他のレース上ね、当たらん。難しいですね。ということでね、今日は、準優3レース買ったんですけど、トータル収支。待って、トータルいくら使ったんだ？ちょっと多分2800円使って、ちょっと計算するできないんですけど、2万5000円ぐらいは多分勝ってると思います。ということで、収支プラス2万5000円です。ありがとうございます。やっぱ見てくださってる方もちょっと最近外れが多くて申し訳ありません。極力僕も満州狙ったりとか、皆さんが一緒に脳汁出るような満州狙って YouTube 動画を通じて楽しめるようにちょっと頑張っていきますんで、これからもマラコミボードチャンネル応援よろしくお願いします。はい、っていう感じですかね。今日はね、こんな感じで終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ったらまたボタン、そしてまだチャンネル登録してない方いたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。満州当てるコツをちょっとでも僕から盗んでもらえたら嬉しいと思うんで、これからもね、僕のチャンネル見てもらえたらと思います。最高です。今日は浜名湖自信ついてきたんで、これからも浜名湖のね、穴狙って買っていきたいと思います。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、ありがとうございました。